フォレスタル級の、フォレスタルニミッツ級の、ジョージ・ H.W. ブッシュ長大型空母は、特に大型の航空母艦に対する俗称。アメリカ海軍では、当初、核戦略の一翼を担い得るように大型の艦上攻撃機を運用可能な艦として構想された。単語としての書出は、1938年に発行されたニューヨークタイムズにおいて、イギリス海軍の アークロイヤルを指して用いられた例であるとされる。一方、第二次世界大戦後のアメリカ海軍では、仮想敵としての第二本帝国海軍の消滅と核兵器の台頭を受けて、核戦略の一翼を担い得るように大型の艦上攻撃機を運用可能な CVBX 計画艦を計画しており、その一番艦、ユナイテッドステーツは1948年度計画で、 建造が開始された。これが初の超大型空母となるはずだったが、戦略爆撃機の優位性と大型空母の非効率性を主張する陸、空軍の意向を受け、ルイス・エイ・ジョンソン国防長官は帰港後9日にして建造中止を命令した。その後、同艦の建造中止をめぐる帝徳たちの反乱に関連して開かれた公聴会や朝鮮戦争での実績を通じ、 空母の存在意義が広く認められるようになったことから、1952年度予算で、ホレスタル級の建造が開始され、超大型空母の端緒となった。続いて1956年度からは、発展型のキティホーク級の建造が開始された。この間、1958年度では、初の原子力空母として、エンタープライズも建造されたものの、あまりに高価であり、 その後しばらくは、キティホーク級に準じた通常動力型の建造へと回帰していた。その後、原子力推進技術の成熟を受け、1967年度計画以降では、原子力空母としての二密級の量産が開始された。同級は順次に改良を重ねつつ長く建造されたが、2007年度からは大規模に改め設計したジェラルド r ード級へと移行した。 ありがとうございます。